近鉄7020系電車は、近畿日本鉄道の所有する近鉄軽阪な、専用の一般車両を。電算記号は7000系と同じく、HL。2006年3月27日の軽阪な線、生駒駅学研なら富川岡駅間の開業に、伴い、運行距離が伸びる。分の車両不足を補うために2004年から2005年に、かけて6両編成4本が申請され、 2004年12月1日に営業運転を開始した。既存の7 0 0 0系をベースに同時期に製造されていたシリーズ21に準拠したバリアフリー設備の設置や細部の設計変更などを施したが近鉄では本形式はシリーズ21の1形式として扱われていない。コスモスクエア、長田のよりから97120も7220。 さ7320も7420も7520、97620の6両編成を蘇生している。2019年4月現在、4編成24両が、東花園県築東駒車庫に配置されている。7000系とは異なり、本系列では車両に対する愛称は命名されていない。2021年現在、近鉄が、 最後に開発した通勤型電車で、これ以降近鉄は15年以上にわたって通勤型電車の開発を行っていない。7000系をベースとしているが、側窓形状や行き先表示器が LED 式となり、側面にも設置されたこと、正面窓のワイパー増設、側面体内の社名ロゴを呼び、車両番号のフォント変更、型持ち式の座席、 つまめん窓の大きさが採点である。後に7000系も本形式と同様の更新工事を施行している。車内は同時期に製造されていた9020系、9820系など他のシリーズ21車両をベースとしているが、床材は上高口部分のノンスリップ加工が省略された代わりに、 対摩擦加工が施され、黄色の砂模様を散りばめて視認性を向上させた。座席の基本構造やモケットの材質そのものは9 0 2 0系などと同一になっているが、楽々、コーナーは設置されていない。以上の仕様は、床材のデザインは7 0 0 0系と2006年以降の、車体更新車両に継承され、座席モケットのデザインは7 0 0 0や5 2 0 0系を除いた。 車体更新車両に継承された。ドア上部には LED 式車内案内表示器とドアチャイムが設置されている。車内案内表示器は自撮り配置で1両あたり4機が設置されている。ドアチャイムは大阪メトロ仕様のものが採用されている。本系列ではイグブと素子による VVVF インバータ装置を採用しており、4編成前車が 三菱電気製の制御装置に統一されている。電動機出力は 145kW とされ、高速運転性能を確保している。アートライナー7121回。ありがとうございます。